東京に住んでいると自分の周りの風景が割とこう年単位でどんどん変わっていってしまいますよね。あの琴の葉の庭や君の名はには数年前の千駄ヶ谷駅の姿がそのまま出てくるんですよね。自分でこう今好きだった風景が変わっちゃう前に、その場所のアルバムを作品の中で作るというか個人的な動機なんですけれども、僕はあの長野県のすごく田舎で生まれ育ったので、あまりその遊ぶ場所がないというか眺めるものもないというか、あの空の存在感がすごく強い場所だったんですよ。自分がすごく綺麗だと思うような空であったりとか風景の一部になりたくて、その一部になるための手段っていうのが絵を描くこととか、まあちょっとこう詩のようなあの言葉をノートに書くことだったりしたんですよね。でもそれはやっぱりどこまで行っても断片でしか過ぎなかった。それを全部同じこう一台の中で扱うこともできる道具が自分の手元に来た途端に、それがやっぱり一つ大きな物語につながっていったんですよ。僕が就職するときに自分が本当に何を求めているのか、何ができるのかということが全く分からなかったし、仕事を通じてマックに出会うことで自分のできることをとても広げてくれたと思うんですよね。あのこっちの道もあるよと。これがそうですね、20年前の一番最初のファイルです。これはちょっと恥ずかしいですね。今であればもっとちゃんとした企画書を書くと思うんですけど、もう自分の気持ちですね。何気ないセリフから強さや勇気を感じさせるような気持ちの良いものを目指そう、この程度だったんですね、当時思っていたことは。星の声の時は一人でずっと家にこもって脚本を書いてコンテを書いて自分で撮影して、まあ、コンポジット合成してみたいなことをやっていったんですけれども、今その何百人かのスタッフと一緒に作っている作業って、スタートはやっぱり星の声を作っている時とあのとても似てるんですよね。マックに向かってひたすら文字を打っていく、絵コンテを書き続けるし、セリフも自分で一人で喋るし、これは僕と彼女だけが知っている世界の秘密についての物語だ。思わず強く願いながら彼女は鳥居をくぐった。ものづくりって一番しんどいのが一番最初の一歩を踏み出すことのような気がしていて、最初の一歩を始めてしまって後ろを見ずに駆け抜けてしまう、そんな勢いがないとそもそも多分作品は完成しないし、完成しなかった名作よりも傷があるけど完成した作品の方がやっぱりはるかに価値が大きいと思いますし、そのことを重ねていって少しでも作品から傷を少なくしていく、その方法を見つけていくしかないとは思うんですよね。その時に無理やりでも信じないと手が止まっちゃうんですよね。何を信じるかっていうと、この世の中にはまだ語られていない物語があるはずだと。それは小さな可能性なのかもしれないけど、でもそれを信じて、まあ、一行ずつでも一枚ずつでも何かを書いて、それをこう作品につなげていくことができて、その果てにもしかしたら本当にまだ誰も見たことがなくて、でもまさにこういうものが見たかったんだって見た瞬間に多くの人が思ってくれるようなものが作れるかもしれないですものね。誰にでもずっと何かを誰かを探している。